ジャック・ボワソウジャック・ボワソー・ラ・バロードリーは、アンリ四世、王妃、マリー・ド・メディシスやルイ十三世などのもとで、王宮庭園の管理を担当した、宮廷庭,庭師。特に、リュックサンブール宮殿で、責任管理者、その後のルーブル美術館やチュイルリーとシャトーヌフド、サンジェルマン・アンレーなど庭の花壇を、再必須し,している。ジャック・ボワソーは、バロードリーの領主で、ユグノー。 ナバラのアンリの側近として使える。武将として軍のキャリアを始める。その後、スチュワード王に使え、チュイルリー王室に居住。庭園で働く庭師は、クロードモレ、ジャンルノートルと彼の息子、アンドレルノートルら優れているが、彼はフランスルネサンス用の策定理論書、ガーデニング用定』という論文を仕上げている。死後に、演芸書として出版され、 アンドレ・モレとクロード・モレや若いアンドレル・ノートルも、訓練期影響を受けている。この要定によって、オリビエ・デ・セール、ピエール・ベチンらも注目を受けた。ジャック・ボーイッソ、オムデ・ゲール・ヨルティ・クール・トゥール・アベック・グラブール、ダンル・テクスト・デ・メダイ、イン・デ・マガシン・ピトレスク、ノー22、ベルサイユ、1879、ニコラス・デ・バヌフォン、レ・デ・イリース・デ・ラ・コンパニャ、シェ、ピエール・デ、ヘイズ、パリ、 1654p384? ありがとうございます。